これから同類項をまとめるということを説明します。そもそもここに書いてあるように文字の部分が同じ項を同類項というふうに呼んでいます。ここに2つ多項式が書いてあるので実際の式の中で説明をします。ここのマイナス 3y というのを あえて加法足し算ですねに書き換えてマイナス 3y をプラスカッコマイナス 3y このように書き換えてマイナス x ここもプラスマイナスの x このように加法の形に考え直してみます。後ろはそのまま加法足し算なのでそのままつなげてみるとここでx という項とマイナス 3y という項とマイナス x という項それから 5y という項と2という12345 5つの項に分けることができます。でこの際に上で言ったように文字の部分が同じ項、すなわち同類項を言いなさいと言われたら、文字の部分が同じなのは、ここの 8x と、ここのマイナス x ですね。これが、まず同類項として一組。もう一つ、それからマイナス 3y。ここと 5y ですね。この2つもお互いが同類項ということになります。下の場合どうかというと同じようにここのマイナス 4ab というのをこのように直してここのマイナス7ここもプラスマイナスの7というふうに書き直してみます。でさらに上にあるように a2 乗はそのままプラス 3a の2乗プラス b ということで今度は1つ2つ3つ4つ、5つと、この5つの項に分けることができます。同様に、上と同じように、同類項を言えと言われたら、今度は、この A の2乗と 3A の2乗。これが同類項。それから、マイナス 4AB。とプラス 2ab ですね。この2つが同類項というふうになります。同類項を言えと言われたら1つの多項式の中で文字の部分が同じ項同士それを探してやるということですね。でちなみに例えば上の式でここの2の後ろに例えば、そうですね XY とかこういう文字がこの2についていたとするとこのように
文字の部分が xy×y ですね。でこれというのは他の項の中にありませんから、この xy を持った項がないので 2xy の同類項はないということになります。それから例えば下の式のこのマイナスの7、これの後ろにですね、例えば A なら A というのがついてたとします。そうするとこの場合ここのところがマイナス 7A とこうなりますね。そうするとよく間違えるんですけれども、文字の種類がこことこことここはいずれも AAA なので同じだということで、ここも A の2乗と 3A の2乗の後ろにつなげてマイナスの 7A と、このように同類項としてこれを入れてしまう人がいるんですけれども、これは同類項とは言いません。なぜかというと、この A の2乗と 3A の2乗、この2つの項の中には A2 乗ですから A が2つ掛け合わされてあるわけで、ここには A が1つしかないということなので、種類が同じでもその項の中に含まれている文字の字数ですね、掛け合わされている個数、 A の2乗というのは2字、それに対して A だけのものは1字ですから、同じ文字の種類でも掛け合わされているその文字の個数、つまり字数が違う場合には同類項とは言いません。そこのところを間違えて含めたりしないようにしてください。次に同類項をまとめるという作業を説明します。せっかくここにあるのでこのままやりますけれども、同類項同士は一つにまとめることができます。例えばこの 8x と -x、 今見たように同類項ですから、ここのところは 8x とこの -x、 ここのところを、まあ、1年生でもやりましたけれども一緒にすることができます。同じようにマイナス 3y、 それからプラスの 5y、 これも同類項ですから一緒にすることができます。さっきも説明しましたが、このプラスの 2x というのはこれは同類項ではないので、 2xy ですか、これは同類項ではないのでそのまま置いておきます。でこの後この同類項同士の文字の前の係数ですね、 8x の係数8と -x の係数-1ですね、これだけをまとめて計算して括弧の後ろに共通の文字を書く。同じように y の項もマイナスの3とプラスの5、それぞれ文字 y の前の係数だけをまとめて、その後ろに括弧をつけて共通の文字 y をつけると。
いうことですね。プラスの 2xy は導流移行がないのでそのまま下げます。で結果ここの部分ですね、 8-1 ですから 7x となって、ここのところは -3+5 ですからプラスの 2y で、そのまま単独のプラス 2xy と、このように導流移行をまとめるという作業ですね。これがこれからの計算の中で常に出てきますので、しっかりどれとどれが導流移行でまとめられるのかと、あるいは導流移行でないものはそのまままとめないで残すということを覚えておいてください。